ジェームス・エドワード・オニールは、カナダ連邦オンタリオ州、スプリングフィールド出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。愛称は、ザ・ウッドストック・ワンダー。1887年に、MLB 史上2人目の打撃三冠王を達成した。カナダ野球殿堂は、カナダの野球の発展に寄与した人物に対し、オニールの名前を冠したティップ・オニール賞を、毎年表彰している。 投手として1883年にニューヨークゴサムズに入団。19試合に登板したが成績は5勝12敗、防御率4.07と目立った活躍はできず、翌1884年にアメリカンアソシエーションのセントルイス・ブラウンズへ移籍。ここでは17試合に登板し11勝4敗、防御率2.68と高騰する一方、打つ方でも打率。 276.54打点の成績を残した。翌1885年から外野手に専念するようになり、打撃面で目覚ましい活躍を見せる。この年は52試合しか出場できなかったが、打率350を記録。次の1886年にはほぼフルシーズン出場して打率328リーグ最多の107打点の活躍を見せた。 キャリアのピークとなったのは1887年で、この年は124試合に出場し打率、435を記録しただけでなく、得点、アンダ、二塁打、三塁打、本塁打、打点のいずれの部門でもリーグ最高の成績を残した。本塁打数、アンダ数、二塁打数、三塁打数のすべてでトップになったのは、これが史上初めての記録であり、 現在も唯一の記録である。またこの年は1シーズンで2度のサイクルアンダも記録している。オニールは1888年にも首位打者と最多アンダを記録し、1891年にアメリカガソシエーションが消滅するまでブラウンズの中心選手として活躍したが、翌1892年にシンシナティレックスへ移籍すると嘆き不振に陥り、この年を最後に 選手生活を終えている。1915年12月31日にモントリオールにて路面電車を降りようとした時に心臓発作を起こし死去。57歳を打つ未婚だった。1983年にカナダ野球伝道が創設された際に伝道入り選手となった。カナダ野球伝道では毎年 オニールの名前を冠したティップオニール賞の表彰を行っている。ありがとうございます。